それではゴスペルシンガーの阿田佳恵姉妹ですね。これからあゆみ姉妹とね、いろいろと練習しながら、2月あるいは3月に1回ぐらい、ですね、合唱してもらうようになるかと思います。拍手を持って阿田佳恵姉妹と坂本あゆみ姉妹です。今までやってきた道、やり直しても後悔しそう。いつも喜びだけではない、この道は誰のものだろう。何もわからぬまま、狭い道に導かれる。大きなものを与えられる、そのお方の愛を見上げ、絶望から道を作る。この方に従います。今までやってきた道、やり直しても後悔しそう。清い道を歩むことは険しい道だけど、御心だから何もわからぬまま、愛で導かれる。大きなものを与えられる、そのお方の愛を見上げ、絶望道を作る。この方に従います。目まぐるしい世界に怯え、今主の御手作る。その方に従います。大きなものを与えられる、そのお方の愛を見上げ、絶望から道を作る。この方に従います。
ありがとうございました。またこれから2、3ヶ月に1回ぐらいの頻度で合祀していただけるんだろうと思います。またユニット4人組のユニットのサウンズオブエデンも復活しつつありますので、また楽しみに、ですね、礼拝の中で一緒に捧げていただきたいと思います。ですからタンバリンチーム、ゴスペルフラチーム、そして聖歌隊シャロームで青田佳恵さん、そしてサウンズオブエデンですね、5つぐらい6つぐらいですか、この教会で神様に素晴らしい賛美とか演舞をですね捧げていただけることをとても楽しみにしています。そうですね、皆様の週の中にいろいろ多彩ものもあったと思うんですけども、1月の4日の水曜日ですが、夜の集会はないんですけど、韓国からブライドワーシップというのが来ます。30人ぐらい来るんですよ、皆さん30人ほどね、本当に感謝してるんですけども、韓国と日本は実質人口比率から言うと韓国が50倍ぐらい多いんですね、クリスチャンの数がね、人口比から言うと。で、4500万人の総人口のうちの1500万人ぐらいがクリスチャンですから、3割がキリスト教徒なんですね。しかも熱心なんですよ、韓国はね。で、日本の場合は、ね、全く少なくて、まあ、日本の、ね、その比率で言うと4000万人ぐらいが、日本の場合だったら比率で言うと4000万人ぐらいがキリスト教徒になるわけですね。創価学会でも500万ぐらいと言われてますので、4000万のキリスト教徒って大変なことだと、政府をねひっくり返すだけのですね力を持ってくるんだろうと思うんですけども、まあまあそれはそれとして、ブライドワーシップが来てくださって、若者たちが来てくださって、素晴らしい賛美です。もう 2,3 時間ぶっ続けて賛美します。しかも皆さん全部日本語です。偉いと思うね、本当に全部日本語で賛美を導いてくださって、本当にね素晴らしいチームですね。で、ロンドンオリンピックかどっかで、テコンドーで銅メダルを取った岡本由里子さんなんかもその選挙チームに入ってて、まあ、この前もここに来ておられましたけども、まあ、由里子さんの岡本由里子さんですね、銅メダリストですけども、その方もお見になったりするようですけども、楽しみにしてね、1月の4日来ていただきたいなと思います。ですから昼間にねそういう大きいのしますので、夜の祈祷会はお休みだということですね。また567と三田の方で、断食正解も準備しておりますので、よかったらぜひお越しくださいますようにですね、1年の初めにですね断食の祈りを持って始められたらなお幸いかなと思っております。それから皆さんあまりもう今度ちょっと来れなくなって馴染みが少ないんですけども、野山さつきさんですね、高橋とわちゃんとか のぞみくんのおばあちゃんにあたるんですね、高橋かおるさんのお母様がおとつい野村海浜病院で天に帰られまして、で今日本当は今日ぐらいしたらいいんですけども、斎場がねやっぱり今日休みですので、明日から斎場を開くということで、明日の夕方長田のそばにあるベルコ会館で、高速長田のすぐ近くにあるベルコ会館で、5時から6時ですね、前夜式。そして3日の日が11時から12時ですね、同じ場所ですけども、高速長田のそばのベルコ会館、長田ベルコ会館になるんですかね、そこで告別式がありますよということを報告させていただきます。ご本人は74歳なんですね、本当にこの近くに住んでおられたんですけども、ね、ここ2年ほど野村海浜病院でずっとお世話になっておりましたけども、74歳で天に帰られましたということのご報告をさせていただきます。はい、また新生児の、ね、祝福式も1月8日にございますよということでもございます。新成人何人かいらっしゃると思うんですけども、案内があるいは電話で連絡行くかと思いますので、よろしくお願いいたします。さ ですね、今日は全部で、まあ、1時半には全て当然終わるんですけど、2時半か終わるんですけども、今日はねすでに三田大久保三木で10時から11時までですね礼拝を下げられて、その後スタッフの方々も全員ここに来られて、賑やかな合同礼拝になっておりますけども、今日のですね今年の年間聖句はゼカリア書の、ね、4章の6節から7節なんですね。で、前にも言いましたようにここ 4、5年以上同じ聖句なんですね。
で、まあ、私が元気の間というかここでねリーダーシップを取らせていただける間はこのゼカリア書の4章の6節7節もう一本でええわと思ってるんですよ。もう毎年変わってもね覚えてないよ。御言葉は知ってるよ。でもその年の御言葉はなかなか覚えられないですよ、やっぱりね。でその御言葉がね、身になりきらないうちに新しい年が来てまた新しい御言葉になるんで、もうこれで通そうと思ってね。でもう菅原牧師もあればっかりやったな、もうそれでいいんですね。大体の思い出ってそんなもんですよね。あの人もあればっかり言ったなってそれぐらいしかみんな覚えてないですよ。ですからあればっかりやったなということで、でもそのあればっかりの、ね、あれがすごい御言葉ですので、アーメンですね。まあね、新しい年が始まりまして、まあ、安倍さんがねまた日本ではリーダーシップを政治的なリーダーシップを取られるだろうと思うんですね。アメリカではねトランプさんが1月の終わりには大統領になられてですね、彼が何を言うか今世界中も注目してるんですよね。どんな政策になるか、まあ、私たちもね彼の、まあ、一言一言にマスコミが、まあ、結構ですね敏感にね反応するんだろうなと思います。まあ、選挙期間中のようなあのような言動が、まあ、そのまま大統領になってやれるかどうかやるのかどうかっていうねその辺が注目されてはいるんですけども、まあ、とにかく新しい世界の構図がなされるんじゃないかなということですね。ロシアとの関係とかね、中国との関係とか日本の関係とかね、まあ、いろいろありますけども、まあ、これはキリストの、ね、再臨ともリンケージ関連するような出来事にもなりかねませんので、イスラエルにすごく彼は肩入れしているということを言いましたよね。まあ、そういうこともあって、どうなるかなと思ったりもしています。またね本当に9年中皆様の熱心な祈りとまた信仰と、まあ、捧げ物と本当に熱い合祀によって、この教会がね守られるだけじゃなくって発展しね、そして神の栄光がますます表されて、こうして正月にたくさんの、ね、方々もお見えになられて、本当にたくさんの献身者も生み出すことができて、そのほとんどがね、まあ、プラットも入ってますけどもフルタイムの働き人として支えられていることは本当にね主の恵みだなと思って、それは皆様の祈りと捧げ物の結果そうなるわけでね、本当に主に感謝をしたいとそのように思っております。もうすでに年賀状がね届いた方もあるかと思うんですね。毎年のようにねたくさんの方々が集合写真してそれをですねお送り、画像のですね、デザインとしてね、まあ、お送りしてるんですけども、皆様の祈りによって支えられ、また私たちも私をはじめですね主に仕えるとともに喜んで皆様にお仕えしていきたいなということですね、気持ちを新たにしてそんな風に感じています、ね。まあ、先ほどは私の3歳下の、ね、弟の菅原進さんが立っていましたけどもね、菅原進さんも、まあ、言わなかったですけどね社長もねもう今年いっぱいで静岡に行って、そして菅原電機もね新しい、まあ、体制でねエリア君たちを中心にしてですね新しくね菅原電機が、まあ、出発すると、まあ、いうような、ね、ことになっています。本当に新しい悩みが祝福されますようにと、私と代わっていただいて40年間ですね、私の献身障害が彼の社長の、ね、そのまま同じ仲間なんですけども、で私も40年のです、ね、節目を迎えてまいりますので、3月の19日には神戸飯店で、ここの礼拝が12時頃に終わって、そして1時からですね移動して神戸飯店で40年の記念祝賀の、まあ、盛会というかねして、目的は伝道目的です。伝道目的ですね。ですから導きたい人とかね、主人がまだ教会来てないけどもね、先生の40年から一緒に祝おうということでね、まあ、そういうことにかこつけて、来てくださる方々には全部教会からその日を当然ねお出しさせていただいて、一人でも多くの方々に40年ということを一つのきっかけにして、教会との接点を増やしてですね、そして
長く休んでいる方もね、休んで教会に来てらっしゃらない方も、ああそうか、菅原牧師が、ね、40年かもう30年間ほど教会行ってないけど、これを機会にまた信仰に戻ろうかなという人がね、出てくるやもしれませんよね。まあ、そんなことで、3月19日にですね、そういうことを計画しています。また5月のゴールデンウィークには日本宣教フェスタがですね、開催されます。昨日も全国ゆうべ事業局祈祷が終わってから私のメールの中には3000件ぐらいのメールアドレスがもうグループ分けにして、ね、北海道、ね、青森、岩手、福岡、まあ、全県書いてるんですけど、それぞれの県ごとの教会に、案内を送ってですね、そして、もうすでにそういう広報活動が始まっているんですけども、5月のゴールデンウィークにですね、大阪国際会議場で、また4日の日はリーガロイヤルホテルの一番大きな降臨の間っていうのがあるんですね。リーガロイヤル一番大きなお部屋なんですけど、そこで500人の歓迎、晩餐会をしましょうというようなことも計画しています。で、まあ、特典としましては、実行委員会にこの、ね、働きのために協賛献金を5万円してくださったらね、教会とかね、企業いろいろあるんですね。5万円してくださったら1人ご招待しますっていう、そういう特典をつけてるんですね。すでにまあ100万単位で献金されてる方いらっしゃるんですけども、100万単位で献金されてこられたら1人5万円つき1人から20人分の招待者をどうぞ招いてくださいというようなことですね。まあ、そんなんで先生方全部ボランティアなんですよ。海外から来る先生も海外の渡航費、滞在費全部ボランティア。日本でも著名な先生でも来られますけども、滞在費、ね、新幹線のあるいは飛行機の全部ボランティア、もう完全ボランティアでですね、しないと、まあ、とってもない予算が満たされないんで、まあ、それでもね、大きな予算がいるんで、いろんな協賛献金をお願いしますということも含めて、まあ、昨日3000件ぐらいメールをですね、まあ、配信したようなことですけども、この教会がその奉仕の、ね、まあ、中心になっておりますので、ぜひね、5月7日は日曜日ですけども、5月7日は皆さんね、真田丸終わりましたでしょ。ね、で私ほとんど見なかったんですけど、大阪城が落城したのは1615年、慶長20年、5月7日ですわ。5月7日に大阪城が炎上して落城して、その明くる日に淀君と秀頼が互いに自害したと、まあ、そういう悲しい歴史があるんですけど、5月7日大阪城落城の日として歴史に残ってるんですね。で、5月7日がその最終日の聖日礼拝であって、合同聖日礼拝がそこであるんですね。ですから私、まあ、短歌別に、ね、上手じゃないんですけど、こんな短歌を作ったんですね。これ夏の陣で大阪城崩れたでしょ、冬の陣でね、次夏の陣で大阪城が落城したね。で、夏の陣、ね、なにわの町に集まりし天使ミカエルキリスト戦士って、いうことない？もう一遍いいよ。夏の陣、ね、なにわの町に集まりし天使ミカエルキリスト戦士って、ね、これ作ったんですけど、まあそんなんでね、要するに大阪の人にとっては面白くないです落城の日だからね、面白くないんだけど、しかし霊的に言うとね、日本の、ね、多くの人々を長い間ね、霊的な欺き偽りの支配をしていた日本の君の牙城が落城する。アーメン。日本の君の牙城が落城するですね。エリコの城がね、突然ですね、崩れ落ちたようにですね、この日本を欺きを支配しているその日本の君の牙城がですね、落城する日だと、そんなふうに思っております。どうぞ皆さんね、日本のリバイル皆さん祈ってますよね。感謝しますね。まあ、この教会まだね、たくさん来てくださるんで、元気があって、私たちは日本の教会の実態を知らない人が多いんですけど、やっぱり教会の実態は本当に高齢化が進んでですね、本当に牧師も年取って、あと後継者いないですね。もう75歳の人が言ったらね、若い人が来てくれた言って、
いや本当ですよ、そんなところあるんですよ、本当に冗談、本当にあるんですよ、ね、もう平均年齢が80超えてるとかね、いやそういう教会を送ってね、もう本当に信徒が日曜日だとせいぜい10人来たらいいところだということですね、まあ、そういう地方の皆さん教会は本当にねもう疲弊しきって、まあ、いるような現実が、まあ、あるんですね。ですけども神の教会がキリストの教会はそうでやっていきませんね。ですから本当に、キリストの教会が聖霊と御言葉によってねお励まされて、そして生き生きとね本当に、信徒が生き返ってですねリバイブされて、そして教会が発展し繁栄することは主の御心だとそう信じます。すべての人が救われて真理を知るに至ることは主の御心である。すべての人が救われて真理を知るに至ることは主の御心である。だから教会に来てる人はもちろんそうですけども、教会に来てない人がほとんどなんですけども、その人々も何が真理なのか、誰が誠の主なるお方なのかということをですね、私たちは先に知った、私たちのミッションは知らない人々にイエス・キリストのことを見た伝えることが私たちのミッションですよね。アメン、ね、祝福を祈りいたします。まあ、そういうことをこう思いながらですね、いろいろとしておりました。さあ今日のね御言葉はちょっと皆様にお読みしていきましょうね。御言葉を共に歩み一にしよう。で、ね、これ年間聖句ですね、いきましょう。はい。すると彼は私に答えてこう言った。これはズルバベルへの主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられる。大いなる山よ、お前は何者だ。ゼルバベルの前で平地となれ。彼は恵みあれ、これに恵みあれと叫びながら頭石を運び出そう。これはゼルバベルというね、イスラエルが2500年ほど前にイスラエルの国がね、バビロンというところに捕囚されて、そしてねリーダーたちが70年ぶりにね、イスラエル祖国、今のパレスチナですね、帰ってきて、国家再建の話なんですね。皆さん、国家を再建するって大変なことだと私は思うんですけども、その時の国家再建のユダヤ人のリーダーとしてゼルバベルが建てられていたわけですね。当然さまざまな困難がですね、労苦が待ち受けているわけですね。だから彼は有能な政治的なリーダーではありましたけども、やはり問題がね山積みなんで、彼もやっぱりですね意気そそするっていうんでしょうか、気持ちがね折れそうになったこともきっと多くあったと思うんですよね。その時に神様は預言者ゼカリアを使わせて、その政治的な国家再建のリーダーであるゼルバブに言った言葉ですよ、ね、これは言いましょう。権勢によらず、能力によらず、神の霊によって。皆さん、なんか聞いてるだけでなんか心がぐっと引き上げられる皆さん御言葉ですよね。神の霊によって、能力じゃないよ、ね、この人の数の、ね、権力じゃないよ、人の作った組織の頂点の権力じゃないよ、あなたの能力や才能じゃないよ、神の霊によってイスラエルは復興するんだと、イスラエルは再興されるんだと。この、ね、神様は復活の神様ですね、また再建の神様ですね。ですからこの日本においても、また個人的に私たちの家庭や私たちの人生においてもですね、私たちは自分の才能とか努力ももちろん無意味ではないんですけども、しかし最終的な祝福と恵みは神の霊によって、アーメン。それあなたの企業も、アメン、あなたのクリニックも、あなたのビジネスも、あなたのすべての家庭も、すべて皆さんね、神の霊によって発展しますように、神の霊によって強められますように、神の霊によって私たちはですね、強められて今年も行きたいなと思うんですね。今年もこの御言葉で通していきたいと思っております。でね、30日の日ですね、ボクシングいろいろやったじゃないですか。私ボクシング好きだから、3つともノックアウトでね、すごい試合してましたね。でその終わった後ね、ちょっと行ってかしてたんで、まあ、今便利やね、座っててもう何歩でも自由に帰れるやん。昔は行ってカチャカチャカチャしてでさ、で BA もうお金あんまり言うないから地上波よくなかったんで、バーッと帰ったらね、ボクシング終わってしまったんで、BS 見てたんです。何かあれかなと思ったらね、ロッキーシルベスタストローのロッキーやでしょ、ロッキーファイナル、ロッキーなんかシリーズで2、3作あったんかな。で要するにボクシングでチャンピオンになる話ね、映画ね。でそのロッキーファイナルっていうタイトルの映画でやって、でシルベ
シルベスタスターロッキーがですね、昔のかつてのチャンピオンも年食っていると。でも新しいチャンピオンとですね、ラスベガスでビッグマッチをするわけ ね。彼昔はそのロッキーは昔は強かったけどもう年取っていると。もう誰が見ても若いですね、この新しいチャンピオンが、ね、ボロ勝ちするだろうと。もうね、事前の予測もオズも全然もうかけ離れてロッキーが負けるっていう予測強かったですよ。そうなって、ロッキー私見たことない、映画館行ったこともないし、名前知ってましたけども、ボクシングの映画だと知ってましたけど、全然知らなかった。でもまあちょっと面白いのちょっと見てたんですよ。そしたらね、あのロッキーがリングに上がる前に彼のトレーナーがね出てきて、セリフ言うんですよ。このセリフ言うんですよ。ゼカリアの4の6読んでね、権力のやつ、能力のやつ、神の霊によってお前リングに上がれってくるんですよ。それ見て、おロッキーそんなことセリフ出てくるかって、見言葉そのものですわ。で彼はそれに励まされて、でリングに上がって、もちろん、映画だからノックアウトで勝つのかなったらそうじゃなくって、この若いチャンプと、ね、年老いたロッキーのチャンプがですね、ドローでね、引き分けになるんですけどですね、その時にこの御言葉が出てきたんでね、ロッキーってなかなか面白い映画だったよなと思ってですね、なんか意を強くしたっていうかね、これあさって語るのになんかななんてねこう思いながらですね見ておったと。ただそれだけの話なんですけどね、はい。そんなんで私たちはですね、この1年ですね、本当にこのゼルバビルもですね、励まされたんですね。大いなる山、お前何者かと、ね。多くの皆さん、国家最近に困難があるじゃないですか。ね、もうこのように国が出来上がっているところでもですね、安倍さんも一生懸命やってると思うんですけども、さまざまな、ね、批判があったり、非難があったり、いっぱいあるじゃないですか。私は国のトップ、やっぱり大変だなと思うんですよ。皆さん、何をしても言われるから。改革したら絶対損する人が出てくるわけだからね。損する人はね、もう口角、青を飛ばしてですね、激しく、その改革を非難するのもだから非難するわけですから、政治家は私大変だなと思うんですけども、皆さんここでもそうなんですね。だからゼルバベルの国家再建大変だったね。ところがゼカリアはね、通して神様は大いなる山、お前は何者だってね、ゼルバベルの前で平地となれ、ハレルヤ、ね、どうぞ会社のレベルね、あるいは皆さんの個人、いろいろあるでしょうけども、それぞれの領域の中で困難の山が皆さんきっと終わりでしょうね。だけど皆さんね、私は予言的に問題が来てもですね、宣言してね、その問題に勝利し、問題を克服できるように祝福を宣言します、ね、言いましょう。大いなる山よ、問題の山よ、私の前にある問題の山よ、イエスの名によって何時平地となるべし、何時平地となるべし、アーメン。そのように私たち予言的に、ね、宣言していきたいとそう思っていますね。で今日の、ね、第一番目のメッセージはそういう続きで、ヘブル人への、ね、手紙の12章の2節の中から、ですね、見ていきたいなと思います。つまりどんな時にもイエス様が目を離さないでいきましょうということなんですね、うん、でどんな時でも、ね、イエス様から目を離さないでいきましょうということなんですけど、すみません、そこがちょっと10円か100円、コイン持ってますね。ちょっとまた用意します。ちょっとコイン貸してください。読みましょうかね。ちょっとはい、3、はい。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせず、十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。そうですね、今年、関東のね、メッセージとして、本当に神の霊によって歩みということなんですけど、ここでもね、信仰の創始者であり完成者であられるイエスからね、目を離さないでいなさいと。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。だからこの1年も私たちはいろんな問題がね、それぞれの異なった形であるわけですね。でもちろん私も相談を受けるし、共に祈って解決が、ね、早まるように、祈るわけですけども、どうぞ皆さんね、ポイントはいつもね、イエス様を見上げるということですよ。アメン。イエス様を見上げるってね。でクリスチャンはイエス様でも意味分かってて、イエス様を見上げるってね。だから新しいと分からないんですよ。イエス様見上げる、キリストどこにおんねん、イエスどこにいるねんっていう、やっぱりそういうことなんですよ、ね、皆さんね、イエスを見上げながら歩くということは、聖書の言葉に信頼しながら歩くということです。キリストを信じるってことは、聖書に書いてあることを信じていることです。私は勝手にイエス様ってこんな人ちゃうか、
イエス様とこんな方違うかと勝手に思ってないの。みんな聖書の中に書かれてあるキリストのイメージがあるわけね。キリストの、ね、語録形があるわけね。そのイエス様のことを知るということは聖書を読むということです。だからイエス様を見上げるということは聖書の言葉に信頼するということなんですね。で、私たちはこの1年もキリストを見上げてね、そしてこの方に従って歩んでいきましょうってこの基本的なメッセージなんですけど、で私たちはやはりいろんな具体的な問題が身近に起こると当然その問題解決しないといけませんので、問題に目を留めないといけませんね。で私たちは問題に目をつむっても問題は解決しません。問題から目をそらしてみたら問題は解決しません。問題を見ないといけないんですけど、見つめないといけないんですけど、その問題のこの実態ですね、問題の大きさの実態を正確に把握する必要があるんですね。でも私たちは小さな問題だと思うことでも、その問題ばっかりに目を留めていると問題が私たちの前進を阻むっていうかね、ものを見えなくさせるってことがあるんですよね。まあ、今ここはね、10円玉いただいたんですけど、後で返しますので、ね、それでこの10円玉こうしてみたら、何や10円玉やん、大したことないってね。戸上さんね、これは大問題、このこれぐらい大きさの実態問題ね。だけど皆さんね、これをこう近づけてどんどんいくとどうなりますか。問題しか見えないじゃないですか。で私たちはクリスチャンの様子をするんですよ。問題ばっかりにもうね、解決しないといけない、こうどうしようどうしようってことで、問題ばっかりにこう目が近づいていくと、思いが近づいていくと、問題は実態以上に大きくないですね。幽霊の正体見たり、枯れ尾花っていうね、句があるんですけど、ね、怖い怖いと思ってたら、ね、鈴木の方が揺れても、ああ、幽霊やって思うっていうね、実態に即した、ね、恐れを持たないといけない。実態は恐れる必要はないのに、ススキの方なのに有利やと思って、ですね、実態を実態として、見れなくなるというね、必要以上の恐れを持つという、そういうことが心理的に起こるんですね。だから私たちもですね、問題はあるんだけど、問題に身を積もってもいけないし、身をそらしてもいけませんけども、私たちは、ね、問題を見ますけども、しかし問題以上に聖書の約束を見ます。アメン。イエス様を見上げていきます。その時私たちは、あ、問題ってはこの程度のものや、大丈夫やということで勝利できるんじゃないでしょうか。祝福いたします。すいません、ちょっと近隣なしですいませんけど、ついていきますね。イエス様から目を離さないでいきます。次は、問題や困難が成長の食べ物やっていう、まあ、そういうことなんですけど、民数記の方にだけ行きます。民数記の14章の9節だけ行きたいと思います。お読みしましょうね、はい、ただ主に背いてはならない、その他の人々を恐れてはならない、彼らは私たちの餌食となるからだ、彼らの守りは彼らから取り去られている、しかし主が私たちと共におられるのだ、彼らを恐れてはならない。まあ、これってね、抜粋して前後のことがあるから、聖書をよく読んでる人は意味わかってるんですけど、ね、イスラエルの民がエジプトから脱出して、約束のね、父と蜜と流れる約束の地にね、出ていこうとしたときに、すでに約束の地、今のパレスチナですけど、イスラエルの地ですけど、これ3500年ほど前の話ですね、モーゼの時代ですからね、3500年前ほどの歴史的な事実なんですけど、イスラエルの民がエジプトから出て、奴隷から解放されて、約束の地に入るとするんだけど、約束の地にはすでに、ね、先住民がやっぱりいるわけですね。とっても肥沃な大地であることは報告あるんですけども、先住民がいて、しかも、ね、体格がよくって、みんなそれぞれ、ね、国土を守るために軍事教練を受けていると、武器も持っていると。とかイスラエルは、ね、もう気の身気のままで、エジプトから出てきたばかりやから、武器もない、軍事教練も受けてない、ただ普通の庶民じゃないですか、奴隷状態だったんだからね。そこでね、モーゼは約束の地を偵察に行かせ、スパイ活動に行かせるね、12人に行かせるんですね、12部族の代表で12人を行かせるんですけど、その彼らはね、40日間ね、その入るべき土地を偵察に行って、帰ってきたレポートの中で12人のうちの10人が、ええ土地や、先生ものすごいいい土地や、でも入られへん、ものすごい強い兵隊がいる、
しかも頑丈な体で体格もいいし、私たちはのこのこ行ったら殺されるだけや、これやったらエジプトにいた方がよかったっていうのが10人言ってるんですよ。もう、ね、いい土地やけども入れない、戦争で死ぬよりもエジプトに戻って畳の上で死ぬ方がマシやっていうのこと言ったんですね。ところは皆さんね、もうヨシュアとカレブというこの2人だけがそうじゃないと、神の約束の地は入れると、ね、確かに先住民はいて強そうに見えるけれども、強そうに見えるけれども彼らは私たちの餌食となるからだ。アーメン。信仰の宣言だね。信仰の宣言を彼らはするんですね。結果的にイスラエルは、ね、40日の偵察の1日を1年と神様が計算されて、40年間アラノにとどまって40年間ですね、イスラエルの約束の地に入れなかったね。で、約束の地に入れたのは大丈夫だと、彼らは餌食に過ぎないとね、言ったヨシュアとカレブだけがですね、約束の地に入って、ヨシュアは新しいリーダーになって、まあ、行くわけですけれども、皆さんここでポイントは、問題は成長の食べ物である。皆さん言いましょう、問題は成長の食べ物である。それぞれに問題はこんなあるでしょうね。しかし皆さんね、それは嫌なものですよね。来てほしくないし、困ったなと思うし、嫌だなとみんな思うんですけど、でもね、皆さんちょっと考え変えて、この問題は私を成長させる食べ物だ。アーメン。私はそのようにですね、考え方を皆さん変えていくように祝福を祈りいたします。ヨシュアとカレブ言ったんですね。他の10人は殺される、ダメや、死ぬの嫌やって言ったんだけど、彼らは私たちの食べ物だ、餌食に過ぎないって、ね、言ったんですね。どうぞ皆さん、私たちも来年、今年ですね、どのようなことは私分かりませんけども、共に祈りますけども、どうぞ皆さんね、問題はあなたを強くする食べ物です。困難はあなたを強くする食べ物です。あなたが力強くですね、本当に内面に精霊の力をいただいてね、いただいて、あなたの内なる人が強められますように。弱い時にこそ強いと言ったあのパウロのように、私たちは前向きにですね、この1年も歩んでいただけたらなと、まあ、そんなふうに、まあ、思うんですね。アメン、ね、さあ、あのね、詩編のね、62編の8節だけちょっとね、印象しておきましょう。お読みします。3、はい。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。ハレルヤ。いいじゃないですか。私がね、初期のことを覚えた御言葉ですよ、ね、その当時の牧師先生が開けてくださってね、あ、こんな聖句があるんだよって言われてね、あ、ええ言葉やなと思ってね、民をどんな時に、まあ、前の聖書では民をいかなる時にもと訳したと思うんですけども、同じことですね。民をいかなる時にも主に信頼するよ。そうだな、いい時も悪い時もね、どんな時にも主に信頼する。アーメン。うまくいってる時もね、うまくいかない時も、皆さんいつも主に信頼する人生、そこに勝利の方程式です。アメン。人生勝利の方程式はいつも主を見上げ、主に信頼して歩むことが人生勝利の方程式です。祝福いたします。さあ、3番目、前向き肯定的な信仰的な考えを告白し行動しようってことですね。で、ピリピの、ね、4-13ですね、本当にいい言葉ですね。お読みしましょう。はい。私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。アーメン。私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですね。私は40年前に、ね、弟にですね、お願いして、またね、10年ほどしてから、ね、家内の弟の山本さんも加わって、本当に育て時も、恵まれて今日まで来たんですけども、皆さんね、その時に、弟に言ったことは、この聖句を毎日ね、5回宣言して、それからあの、ね、経営者として頑張ったらどうですかということで、まあ、彼も忠実に毎朝この言葉を告白して、会社に、ね、今も行っていらっしゃるんですけど、皆さんね、この私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるんです。ハレルヤ。これはただ単に成果があるということだけじゃなくて、あなたの生活の中で適用しますように。で、生活の中で皆さん適用する秘訣は何かというと、これを絶えず宣言することですわ。御言葉を生活の中で適用するということは、これを絶えず繰り返し繰り返し宣言することです。自分に向かってね。
だから私たちは、ね、聖書の、ね、素晴らしい約束がいっぱいありますから、その約束はあなたに与えられたものですよね。だから自分のものに与えられたものですから、それを同じようにですね、おもがえしに聖書を宣言すると、その時にその御言葉はあなたに成就します。これは神様の原理なんですよ。御言葉ね、主の言葉をね、昼も夜もその言葉なんですか、口ずさむその人は、すでにそばに終わった木のような時が来ると実を結び、その葉も枯れないようにその夏とから皆栄える。その原理なる、何ですか、その原理は。昼も夜もその御言葉を宣言すると書いてますわ。詩篇の一篇ですよ。その御言葉を宣言する者は、その夏とから皆栄える。原理は御言葉を宣言することですよ。でね、40年間ね、菅前期守られてね、本当に、大きな問題いっぱいあったんですけど、本当に守られてね、不思議な御手の中で、新しい体制の中でね、菅前期もこの1月、今日からですね、ですね、新しい体制がするんですけど、本当に40年間ね、よく守れてきたなと思うんですね。いつも毎朝ね、6時半には、長老さんの家がすぐ隣ですからね、父の土地に2軒家建ってて、私の家と両親と私住んでて、弟たちが隣に建ってたんでね、毎朝行ってお祈りしてるんですけど、本当に祈りの答えが出たねってことでね、この前も話をしたんですけど、人間的には非常に難しいですね、状況だったんですけど、本当に主がね、導いてくださって守られて本当に感謝をしてますけど、皆さんどうぞ、皆さんもね、個人個人にこの言葉をどうぞね、自分のものとして繰り返し宣言してください。もう一度いきましょう。私を強く探さる方によってどんなことでもできるのです。いいじゃないですか。私はこの言葉大好きですね。本当にそうなんですよね。でね、世の中で皆さんね、自己啓発とか、そういうね、いろんなビジネスの、ね、世界があるんですけど、アファーメーションといってね、この告白して、そしてね、肯定的なことを言って、セルフイメージを高めたり、あるいは自己暗示かけるんですよね。自己暗示は自己暗示で、それ価値があるんです。だから自己暗示もするんですけど、自己暗示は薬みたいなもので、効き目が一定なんですわ。一定期間しかないですわ。自己暗示するけどもね、それはそれでね、いいものなんで利用するんですけど、これは皆さん自己暗示じゃないんですよね。自己暗示は何かというとね、私を強くしてくださる方によってこれが抜けるの。私はどんなことでもできるのと、これが自己暗示なんです。結局自分に語って自分を奮い立たせる、これは自己暗示ですね。でこれはめったに薬のようなものですから、すぐ切れちゃうんです。ところが皆さんね、この私皆さんに与えているこの御言葉は、聖書の御言葉は、神様がその保証の担保です。全能の神様がこの御言葉の担保ですわ。だから大丈夫なんですよ。普通の自己暗示、自己啓示とは違うんですね。皆さん、いきますね。私を強くしてくださる方によって、皆さん誰ですか、強くしてくださるのは。ご主人、奥さん、違うでしょ。息子、娘、違うでしょ。お父ちゃん、お母ちゃん、金持ってる、違うでしょ。皆さん、イエス様ですよ。私を強くしてくださるイエス様によってどんなことでもできるのです。アメン。これを私たちはね、ずっと自分のね、告白によって、その告白があなたの人格となり、習慣となり、人格となり、祝福をお祈りいたします。そのように前向き肯定的に宣言しましょうということですね。次に第4番目にいきます。神様の前に静まる習慣を持ちましょうということですね。静まる習慣を持って、そしてね、私たちの信仰生活の原則をですね、この1年も大事にしていきたいなって思うんですね。聖書を読み、言いましょうか。聖書を読み、聖書に親しみ、祈る習慣を身につけ、日曜日には教会に来て、まあね、来れない時もあるでしょうけども、とにかく来れる時は必ず日曜日教会に来て、ね、そして、伝道し、奉仕をし、喜んで十分の血を捧げる。この5つでね、もっぴんは聖書に親しみ、祈る習慣をつけ、礼拝を大切にして、伝道と奉仕に勤しみ、喜んで捧げていくってね、この5つの基本教ですね。私たちはこの1年も続けていきたいと思うんですね。この教会も皆さんね、たくさんのスタッフがいるんですけども、皆様の熱心で忠実な
捧げ物と奉仕によってですね、本当にこれだけのスタッフがですね、フルタイムあるいはパートタイムを含めて支えられていることを主に心から感謝をしています。今年も皆様の信仰が強められ、また経済ベースもより確かなものとされますように、祝福をお祈りいたします。ね、第一テサロニケの5章の16、17だけ読んでいきましょう。3、はい、3、はい、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい。次はね、すべてのことについて感謝をしなさい、ね、有名な、ね、みんながよく言われる言葉ですね。いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝しましょうというね、要するに神様の前にリビングライフもあるでしょう、ね、リビング、ね、ライフもありますけれども、本当に主の前に静まって祈って、御言葉にしっかりと、ね、根付くように祝福をお祈りしますね。アメン、ね、最後の5番目ですけども、最後は聖霊様と共に歩んでいきましょうということですよね。ガラティアの5章の25節がその言葉ですね。3、はい、もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。そうですね、聖霊様と共にね、会いましょうという、まあ、そういう一年でありたいと思いますね。言いましょう。聖霊様ご一緒に、考え、計画し、判断し、決断し、行動し、イエス様の言い表していきましょう。もし大切なことで間違った判断、決断、行動をしようとしていたら、教え、示し、あるいはストップをかけてください。アーメン。私たちはいつもね、聖霊様と共に歩むんですよね。私がこうして講壇に立ってして、特別なことは何もしてないんですよ。私がしてることはいつもそのことを宣言してるんですよ。いつも聖霊様ご一緒ですよねって、もう断るごとに思っていたら、もうその場でもう車を運転してても、ね、楽しいね、自分の趣味のことをしててもですね、とにかく思いついたら、あ、聖霊様ご一緒ですよねっていう、大層のようにして聖霊様と親しいフェローシップですね、交わりしながら歩いているんですけど、その結果本当にね、聖霊ご自身がその私頑張って努力していることはないんですよね。先生忙しいでしょうとか言ってくださるんですけど、まあ、あんまり暇やっていうのもやらないんで、まあ忙しいですわとかね、まあ、適当に言ってるんですよね。でも皆さんが思うことだったらそんな忙しくないですよ、うん、頑張ってやってるわけじゃないから、本当に聖霊様とご一緒にやってるわけだから、もう聖霊様が本当に多くのことを片付けてくださるんですね。私は聖霊様に委ねてね、感謝してね、聖霊様どうしたらいいですかね、この問題、はい、とか言ったら、聖霊様がはっとちょっと導いてくださるんでね、もちろん私がなすべき部分はあるんですよ、あるんですけど、そんなにストレスとかプレッシャーを感じることがなくね、全部どんな問題でも私は全部もう神様そのままもう差し出すようにこうしてるからですね、本当に感謝で守られています。どうぞ皆さんもね、信仰っていうのは頑張りとか肩に力が入るとかね、そういう緊張感を持ってするんじゃなくって、いつも全ての何かあったら全部聖霊様に明け渡せばいいんですよ、ね、聖霊様に明け渡します。聖霊様、この問題聖霊様どうしたらいいんでしょうね、ちょっと言いましょうか、皆さん、ちょっとこんな感じですよ、はい、聖霊様、この問題、この息子の問題どうしたらいいでしょうね、聖霊様知恵をください、どうしたらいいでしょうね、ご一緒に解決しましょうね、聖霊様娘の問題ご一緒に解決しましょう、アーメン。このビジネスのこと聖霊様ご一緒に経営していきましょうね、はい、聖霊様このビジネスを経営していきましょうね、皆さん全てそうですよ。本当に聖霊様はフェローシップだから、私は天のお父様にイエスの名によって祈ります。いいですね、天のお父様、ビジネスがね、こうして始めました、よろしくお願いします、イエスなんて祈りますって言うじゃないですか。聖霊様どうすんの、聖霊様ご一緒に会社を経営していきましょうね、そういうことです。天のお父様、主人を、ね、導いていきましょう、主人が教会に来れるように、天のお父様イエスなんてよろしくお願いしますって祈るじゃないですか。聖霊様どうですか、聖霊様ご一緒に主人を導きましょうねっていう、これが聖霊様の働きです。アメン。聖霊様はフェローシップです。フェローシップだから相談するんですよ。聖霊様に祈らないの、
いいですか、祈って別に問題ではないんですよ。でも正しいのは聖霊様は相談するんですよ。だから聖霊様と交わりなんですね。そのようにしてイエスの名によって父なる神に祈り願ったことを聖霊様と一緒に成就するんです。それが皆さん成就したらどうするんですか。栄光はイエス様に返すんですよ。そしたら聖霊様はね、どうされか知ってます。聖霊様はよかったね、イエス様に栄光を返してよかったねと聖霊様は一緒に喜んでくださるんですよ。そのことを天皇と様もまた喜んでいらっしゃるんですよ。こういう関係なんですね。だから聖霊様は私たちの、ね、生活の隅々に至るまであなたに関わってくださる方です。どうぞね、どんな問題でもですね、聖霊様と相談して、歩まれますように祝福をお祈りいたします、ね、あなたの、ね、ビジネスもクリニックもね、あるいはお商売も全てのことがね、本当祝福されますように主の御名を宣言いたします。アーメン。主の栄光がありますように。天の父様、ありがとうございます。こうして元旦礼拝を心から感謝いたします。この一年も本当に権勢によらず、能力によらず、神の霊によって歩ませていただけます。神の霊によって教会は力強く発展し繁栄します。神の霊によって家族が導かれてきます。神の霊によってお仕事もまたクリニックもご商売も全て発展してきます。神の霊によって勤めている職場が祝福されてきます。神の霊によって職場における人間関係が祝福されていきます。神の霊によって家族が導かれていくことをありがとうございます。いつも聖霊様ご一緒にこの1年もイエスキリストの栄光を表してまいりましょう。祝福して主の御名によって祈ります。アーメン。それでは癒しのために、聖霊の満たしのためにお祈り捧げますので、その場にお立ち上がりいただければと思います。天のお父様、今日もお一人お一人が聖霊に満ち溢れるように祝福してください。イエスの名によって天の御座から聖霊が注がれますように。心を開き受け取ります。聖霊を受けよ、油注がれ、喜んで主に使い、旧霊のものに与えられ、家族の救い、友の救い、同胞の救いのために用いられていきますように。否定的な悲観的な不信感の思いを追い出します。前向き肯定的な宣言をいたします。私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。なんという力強い言葉でしょうか。聖霊によって内なる人が清められていきますように。神様、どうぞ一人一人を覚えて強めてください。ついて癒しを祈ります。私もね、そんなめちゃくちゃ健康でもないんですよね。ご存知のように心臓の冠状動脈に2本のステントが入ってますし、鼠径ヘルニアがねありますし、またね、右膝のこともあまりよくですね、何度も水を抜くんですけど、なかなか完全によくならないというところもあります。まあ、いずれよくなるでしょうけども、弱さを覚えるんですけど、共にね、癒されますように祝福を祈ります。天の父よ、あなた癒し主ですから。あなた方は弟子たちにイエス様言われました。病人を癒し、死人をよみがえらせなさい。病人を癒し、死人をよみがえらせよと主はお命になられました。神様、どうぞこの教会を通してキリストの栄光を表されて、多くの癒しがなされていきますように。今がんの末期で大変な状況の中にある方もいらっしゃいます。主はどうぞその人の上にあなたの癒しの御手が置かれていることをただひたすら祈ります。主を触れてください。入院中の方、主を触れてください。癒してください。お願いいたします。今こうして通院しながら、治療しながら、加療しながら教会に来られている方もおられます。イエスの名によって癒されたり、全能の神の御名によって癒されたり、神様、どうぞあなたの癒しを宣言いたします。神様、骨骨関節、筋肉、骨髄、血液、血管、皮膚、細胞、遺伝子、神経、ホルモンのバランス、あらゆる臓器に、またがん細胞に触れてくださって、あなたの癒しがなされていきますように。家計の呪い、罪の呪い、出生の呪い、また忌まわしい記憶の呪いと思っていることが全部祝福に変えられていきますように。あなたは呪いと思われていることを祝福に変えてくださる方ですから、ありがとうございます。十字架は祝福の転換の
ターニングポイントです。ありがとうございます。どうぞ覚えてください。日本のリーダーたちを救いに導いてください。皇室の上に神の救いが成就しますように。あの皇居の中に神の礼拝堂が、十字架の礼拝堂が建立されていくことを祈り宣言いたします。どうぞ日本の救いを祈ります。勝利、癒し、回復を清め、慰め、希望宣言し、イエスの御名によって祝福して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。主に栄光があります。それではですね、感謝のね捧げ物したいと思います。進め主イエスの兵士で使います。天の父様、今から喜んで十分の地聖願感謝礼拝ごとの捧げ物を捧げようとしています。受け入れてくださって、あなたご自身の栄光とキリストの体なるこの教会の必要のために尊く用いてください。天において地において報いの約束があります。それを信じて捧げます。私は捧げることによって本当に豊かにされることを信じています。どうぞ満たしてください。経営しているお仕事、ビジネス、クリニック、ご商売の上に特別な祝福と発展と繁栄と資金繰りが守られていきますように。染めている職場を祝福します。人間関係の祝福、ストレスから守ってくださって、直属の上司やその組織のトップの上に神の祝福が豊かにありますように。どうぞ覚えてください。就職活動の道が開かれ、個々の経済が不思議に守られ満たされていきますように。安倍首相をはじめ政府閣僚がこの年良い内政外交を行うできるように、中国や北朝鮮との関係、ロシアとの関係、またアメリカのトランプさんとの関係、全ての関係の祝福を心からお祈りいたします。また拉致問題の麗しい速やかな驚くような解決が、皆さん、神様、今年こそ横田さんたちの祈りが祝福されることを祈ります。また迫害されている教会やクリスチャンたちを守ってくださって、迫害している者の中からかつてパウロがそうであったように多くのクリスチャンが生まれてきますように。異教徒の中から大勢の方々が集団でキリストのもとに立ち返ってきますように。エルサレムと聖地には平和と繁栄と霊的な回復がありますように。今週もこの1年も一人一人を覚えてくださって、事故、災害、災い、凶悪な事件から、特に交通事故の加害者、被害者に会うこともなく、公共の乗り物の事故から家族や会社の方々を褒めて、特別の安全の上で守り続けてください。子どもたちも悪者や災いや事故や大病やインフルエンザから守られていきますように。さあ、聖霊様、あなたのこの群れ、この町々、この民族、この世界をご一緒にリバイバルし、福音化してまいりましょう。主イエスキリストの御名によって、天の父様にこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。ハレルヤ。進め主イエスの天使だよ。よ十字架は前に、ハレルヤ。敵に向かいて進みいる、主に従いて、いざ進ま、ハレルヤ。進め主イエスの兵士だよ。見よ十字架は前に、昔の聖徒が霞みし道を進むなり、同じ一つの信条と愛と望みに託われた、ハレルヤ。見よ十字架は前に行く、誇りしくにも滅びゆき、栄えしたにも忘れらる、正しの国の勢いは力も咲く声、ハレルヤ。進め主イエスの兵士だよ。見よ十字架は
我らと共に世の人よ、自由と高く叫びつつ、誉れと栄え権力は王なるイエスにあれと今ハレルヤ。起立お願いしまして主の祈りをお捧げします。天に今すぐ我が父よ、皆をた主イエスキリストの恵み、父なる神様のご愛、聖霊なる神様との親しき交わりが、御前にあります会衆お一人お一人の上に、また世界中のさまざまなところでさまざまな苦難の中にやられるすべての方々の上にも、今からとこしえまで豊かにありますように。